カブカブパラダイスは,はみみ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリックはいカブカブパラダイスです個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルですそれではまず今日の日経300円下げましたね で前日のダウはは、ね、小幅に続伸していたんですよね、32ドル高ということで、まただ、ね、急進の反動で上値重いというふうに、ね、書いてありますけども、日経は、ね、反落ということになっていて、まあ、日経も、ね、金曜日にです、ね、爆上げをしていたので、利益確定売りに、ね、押されたということには、ね、なりましたけども、うん。 ということで、今日はですね、陰線でかつ、まあ、下げてしまったということにはなりましたが、まだそれでもね、75日線の上にね、全然いるので、まあまあ、頑張っているのかなという感じにはね、なっていますよね。なので、年末にはですね、3万円までね、ドーンと行ってくださいということをですね、毎日言っていますが、なんとかね、頑張ってほしいと思います。続いて、グロース市場の壊し数ですけども、はい、グロース市場のね、壊し数はですね、2.3%ね、上げていったんですよね、こちらね、うん。で、75日線の上にいて、どんどんね、上に向かっていると。 いう、ね、いい感じになっていますよね、うん。で、もうちょっとでね、前回の高値を抜きそうなところまで来ているので、今週中にね、ここをうまい具合にね、ドーンと抜いていってで、それでね、年末にはこの指数が始まった、ここまでね、ドーンと行ってくださいということなんですけども、うん、金曜日にね、ナスダックの方がですね、1.8%以上、ね、上げていたんですよね、うん。ということがあったので、今日はね、日本の、ね、グロース市場もね、買われてきたと。 いうことにねなったと思いますけども、もうん、明日もね。頑張って欲しいと思います。続いてはテーマ別テーマ別でですね。まずはね。半導体関連なんですけども。半導体関連はですね。今日はね日経がね。結構下げた割にはまあ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 ね。上げたやつがね割とあったんですよね。うんで式のハイテックがですね。10%以上上げ、そしてソシオネクストがですね。5%上げ日本電解5%上げザイン2%上げと。 いうふうに、ね、なっているんですけども、でね、まあ半導体がね、そんなに弱くなかったというのは、おそらくね、先週の金曜日のまあ、アメリカのですねこの半導体のまあ指数であるソックス指数がですね、3%以上ね上げていたんですよね。うんということがあったので、今日はですねそんなにね悪くはなかったのかなというふうにはね思いましたけども、うん、でね特にですねこの資金のが10%以上ね上げてきたのは、金曜日にねなかなかの決算をね出していたんですよね。紙機形状が69%増益で着地。 7月9月期も89%増益というようなことがあったので、式のはですねかなり上げてきたということになりましたね。うん、はいいおめでとうございますそしてソシオネクストが、ね、5%上げたということになっていますけども、こちらはおそらくですね野村証券が目標株価をですね8,900円に設定したと。 いうようなことがあってですね、それでね、まあ、上げているのかなという感じになっていると思うんですよね。うん。で、8900円っていうと、まあ、この辺なんですが、もどりね、信じるか信じないかはあなた次第ですというやつなんですけども、はい、どういうふうになっていいかね、見ていきたいと思います。続いて、フェローテックはですね、今日はね、2.7%下げたんですけども、今日の大引け後にね、なかなかね、いい決算を出しましたよね。こちら、今期計上15%情報修正、最高益予想を上乗せ。 配当も30円増額ということになりましたね、うん。はい、おめでとうございます。ということでですね、こちらもね、明日どういうふうになっていくかね、楽しみに見ていきたいと思います。続いて、ずっとね、注目株に入れている高取なんですけども、今日はですね、残念ながらね、5%以上下げてしまったんですよね、うん。金曜日にね、なかなかのいい決算を出したというふうに見ていたんですけども、残念ながらですね、ちょっとね、今日は押されてしまったと。 いうことに、ね、なってしまいましたが、この決算の、ね、どこがそんなに気に食わなかったのかというふうに、ね、思うんですけども、まあ、決算前に、ね、かなり上げていたということは、ね、もちろんあるんですが、どの辺で、ね、また止まってです、ね、上の方に、ね、行ってくれるのかというところをです、ね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、半導体関連でした。続いて、時価総額トップ10なんですけども、はい、当初の、ね、時価総額トップ10ですけども、今日はね、地合いが良、ね、くなかったので、まあ、上げたのが2つで、まあ、下げたのが、ね、8つと。 いう風にねなりましたけどもで特にですねこのねソフトバンクグループがねなんとですね12%近く下げたんですよね、うん、一時的がねストップ安のね寸前までね下げたと いうことに、ね、なったんですよね、うん、でそこからは、ねまあ、戻りましたけれども、まあ、この時価総額でね12%以上下げるってね、ね、まあ、なかなかのことですよね、まあ、かなり、ね、すごいことになってしまったということなんですけども、うん、で要因は、ね、いくつかあるんですが、まずですね金曜日の、ね、OB 警後に、まあ、決算を出していて、で7月、9月期は、ねまあ、黒字に浮上はしているんですけども、まあ、ただね、第2四半期の累計ということでは1290億円の、ね、赤字と。 いうふうに、ね、なっているのと、あとはね、自社株買いを新たにやるというね、アナウンスがなかったということでですね、あとはね、もう一つね、結構これ、大きな話題になっていますけども、FTX トレーディングっていう会社がね、経営破綻しましたよね。うん、で、これがね、暗号資産を扱う、まあ、大手の、ね、会社だということなんですけども、で、最額がね、数兆円規模かということで、 結構ね週末にですねまあテレビでもね報道されていましたよね。うん、で、その会社にですねソフトバンクグループが1億ドル弱の出資をしているということで、まあでまあ、日本円で言うと100億円以上はね出資しているということになるわけなんですけども。ということでね、ねソフトバンクグループは今日ねかなり売り込まれてしまったということにねなりましたけども、まあそれでもねここのところ、ね、自社株買いの勢いに乗って結構ね上げていたので、まあ、その分がねちょっと戻ってきたという感じにはなっているので、 まあ、うまいことですね、またね、どっかで止まってですね、上の方にね、行く可能性もね、あるかなというふうには思うので、その辺をね、見ていきたいと思います。以上、時価総額トップ10でした。続いて、再生可能エネルギー関連なんですが、はい、再生可能エネルギー関連はですね、まあ、このリストに入れている半分ぐらいがね、上げてきたというふうにはね、なりましたが、中でもですね、エネチェンジがですね、なんとね、久しぶりにね、ストップ高でね、終わったんですよね。いやー、すごいな。うん、はい、おめでとうございます。 でですねこれは何があったかというと先週の金曜日の大火警後にね決、まあ、算を発表していてこれがですね1月、9月期の形状が赤字転落で着地7月、9月期も赤字転落と。 いうことで、これだけ見るとね、なんでストップだけになったかね、さっぱりわからないということになりますよね。うん、で、僕もですね、正直ね、さっぱりわからないんですけども、まあ、ただね、決算の、ね、説明の資料を読むと、多分ね、一番今注目されているのが、このね、EV の充電事業というやつだと思うんですよね。うん、まあこんな感じでね、EV の充電スタンドをですね、まあ、各地にね、こう設置しているというような事業をやって いてまあそれでね受注のですね目標が早期にですね達成しそうだというようなこともまあ書いてあってですねまあその部分はね交換されたのかなということとあとはですねチャート的にねかなりねもう下の方にいたのでまあ一旦ね決算通過で悪抜けしたのかなという感じにはねなっているかなと思いますけどもうんということでどういうふうになっていくかこちらもね気にしていきたいと思いますが。 続いて A バランスもですね、今日はね、7%以上上げてきたということになりましたね。うん、でね、今日のビキュに新ネタが出ているので、こちらはね、新ネタのコーナーでやるので楽しみにしておいてください。続いてゲーム関連なんですけども、はい。 ゲーム関連はですね、今日はね、このリストに入れている半分ぐらいをね、上げてきたということになったんですけども、うん。で、さっき話をしましたが、このね、FTX トレーディングっていう暗号資産の、ま、大手のところがですね、経営破綻ということになっていたので、ま、ゲームしながらね、仮想的なものを、ま、稼いでいくというようなタイプのですね、ま、ブロックチェーン型の、ね、ゲームみたいなものが期待されている銘柄はですね、ガン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 下がるのかなというふうにもね、ちょっと見ていましたが、 まあそんな感じも、ね、なくて、ですね、まあ、そこはねなんとか無事通過している、ね、感じになっていて、ですねまあまあ良かったのかなというふうにはね思いましたけども、うん、で今ね、ね一番注目しているバンコブイノベーションがですね2.7%、ねまあ、上げたということにはねなりましたけども、うん、でいよいよね今日の OB 期もいいですね、注目のね、まあ、決算が出て、前期最終は赤字拡大でしたブレ着地、7月9月期は最終は赤字拡大、今期業績は控えしと。 いう,ふうに、ね、なりまましたけども、で、まあこの辺はね、そんなに期待している人はね、いなかったんじゃないかという,ふうにはね、思いますし、まあそれと今期業績は控え時というのもですね、まあ想定内ということかなという,ふうにはね、思うんですよね、うん。なので、まあこの結果だけに対してはですね、まあ可もなく不可もなくと無事通過というふうに、ね、思うんですけども。 で肝心の,、ね、このメメントモリっていう、今ね、バンコオブインドネーションで一番盛り上がっている、このゲームのです、ねまあ、今後の、ね、動向が、ね、かなり、ね、気になりますよね。うんでまあ、それらについて、決算の、ね、説明書の中でいくつか、ね、記述があるんですけども、うん、でまずです、ね、課金高については、まあ、10月18日に、ね、始まってから、11月10日までの間にです、ね、48億円、ねまあ、稼ぎましたよと。 いうふうに、ね、なっているんですよね、うん。というようなことがですねベースにあるんですけども、うん、でね損益分岐点のシミュレーションのグラフをですねまあつけてくれているんですよね。うん、で、その中で損益分岐点がですね売上高が90億円だと、うん、で90億円を超えると利益がですねもり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 ,もり、ね、増えていくんですよというようなことになっていて、 で、売上高が240億円になると営業利益がですね、60億円ありますよと。で、売上高が600億円の場合は営業利益がね、204億円ぐらいになりますよというような、まあね、試算の表なんですよね、これね、うん。ということで、この売上高ね、600億円というようなものになればですね、なかなかね、すごい話にはね、なりますよね。うん、というようなことでね、これがですね、実際ね、どの辺にね、行くのかなと。 いうようなことに、ね、なるので、メ,メント盛りがね、どういうふうになっていくかね、気にして見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、ゲーム関連でした。続いて、直近の IPO ですけども、はい。直近の IPO はですね、なかなかね、今日バック上げした銘柄がね、いくつもありましたよね。うん まずですね、EDP なんですが、なんとね、ストップだけで終わりましたね、うん。はい、おめでとうございます。ということでね、決算がですね、なかなか良かったんじゃないかという話をね、この間の動画でしましたが、なんとですね、ストップだけで来たということになりましたね。うん、はい、おめでとうございます。いやー、なかなか良かったな。まあ、上場初日はね、この辺から始まっているので、そこからですね、ドーンとね、ここまで来たと。 いうことになっているので、なかなかね、素晴らしいチャートに、ね、なっていますよね。まだまだね、期待しているので、頑張ってほしいと思います。続いて、マイクロ波なんですが、はい。マイクロ波もですね、なんと今日ね、ストップ高で終わりましたね。はい。おめでとうございます。いや IPO がですね、絶好調になっていますけども、うん。こちらもね、先週の金曜日に決算が出たんですが、なんとね、ストップ高で終わったと。 いうことにね、なりましたね。いやー、すがな。こちらもですね、もう上場来高がね、ずっと更新しているというようなね、形になっているので、本当にね、IPO 青天井と呼ぶのにね、ふさわしい感じになっていますが、はい、まだまだ期待しているので、頑張ってほしいと思います。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーですけども、まずはね、A バランスなんですが、 はいさっき、ね、A バランスの話をねちょっとしましたけども今日はね7%上げたということになっていてですねこれね、ねチャート的にですね前回の高値と前々回の高値のねちょうどそのあたりなんですよね。うん、ということで明日以降、ですねこれ上のほうにぐいぐい抜いていけばですねこちらもね青天井モードにねなるのかなと。 いう感じもね、しなくはないんですけども、はい。でね、今日の OB 検もにですね、決算が出ていて、こちら、A バランス、今期形状35%、情報修正、最高益予想を上乗せということになりましたね、うん。はい。おめでとうございます。ということでですね、これね、なかなかの決算を出してきたということになったので、明日以降ですね、ますますね、期待されるのかなという感じにね、なっていますが、頑張ってほしいと思います。続いて、明治機会なんですが、はい。明治機会はですね、今日はね、5%以上上げていると。 いうことにね、なっているんですが、こちらもね、OB かごいですね、なかなかね、いい決算をね、出してきたんですよね。今期最終は8.7倍情報修正、35期ぶり最高益更新へと、いう風にね、なっていますね、うん。まあこちらもね、なかなかすごいね、決算を出したと思うんですけども、そういったね、決算と同時にね、もう一個ネタを出していって、それがこちら。A バランスグループ企業との業務提携、契約、締結に関するお知らせと。 いうものでしたね、うん、はいおめでとうございますということでですねさっきねなかなかいい決算を出しましたねと言っていた a バランスのですねグループ企業とまあ、業務提携をねすると いうことになったということなんですよね、とということでね決算もねなかなか良かったしとで、業務提携をする相手先グループのですね A バランスもねなかなかいい決算を出していると、まあ、ただね、明治機械と A バランスは、ですね今年のね2月に資本業務提携をしているので、まあ、その関係性にはねそんなにねサプライズはないと。 いうことではあるんですけども、まあ、それでもね、明治機会の決算はですね、なかなかいいかなというふうにはね、思うので、明日以降ですね、どういうふうになっていくか、期待してみていきたいと思います。続いて、グッドスピードなんですが、はい、グッドスピードはですね、今日はね、3%ちょっと上げたんですが、こちらもね、今日の帯共に、なかなかの決算を出しましたよね。こちら、今期形状が42%増で、3期連続最高益更新へと。 ということでしたね、うん。はい。おめでとうございます。グッドスピードといえば、まあ、中古車販売のね、会社ですよね。うん。で、かなりね、いい感じになっているということですけども、で、チャート的にもね、前回のですね、高値はね、ちょうど抜くあたりにいるかな、ということなので、ここをですね、勢いよくね、ドーンと抜いて、で、次のね、この高値もね、勢いよく抜いてほしいな、というふうにはね、思いますけども、頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、11月14日に注目と言っていただかで、まだお話ししていないのがですね、日以降なんですが、 はい日以降は、ですね今日はねまあ5%近く上げたんですけども、うん、で前回の動画で2日連続でねまずはですね寄らずのストップ安になりましたねという話をして、でその次のね日がなんと寄らずのストップ高になったという話をねしたんですよね、うん、先週の水曜日に寄らずのストップ安、先週の木曜日に寄らずのストップ安、そして先週の金曜日に寄らずのストップ高になったと。 いうね、むちゃくちゃな展開だったわけなんですけども、うん、で、今日はね要線でかつ5%上げたんですがしかし今日の大 b 犬もですね残念ながらですね上場廃止のね、話がね出てしまいましたね、うん、第三者割当増資で約197億円調達すると。 いう話なんですけどもただ、まあ上場廃止の見込みであるということなんですよね。うん、で、まあ、会社が出した説明書によると、ですね普通株式の7000万株を1株に併合し、割当て予定先以外の当社の少数株主の皆様に対し、総額で約25億円といたしますということになっていて、ですねそれがね1株当たりで換算すると、36円という話なんですよね。うん で36円っていうと、ですね、もう限りなく下の方になってしまうので、もうですね、これは本当にですね、もうちょっとね、悲しい形になってしまったということなんですよね。で、上場廃止の予定日が来年のですね、3月から4月頃ということになってしまったわけなんですけども。 でまあ、何回かお話をしましたけども、日以降といえば、まあ、不正をやって、ですねで、業務停止命令を受け、そして、まあ、財務状態が、ね、悪化していって、ですねで、最終的にはアメリカの,、ね、この子会社のグループがですね、多額の、ねまあ、損失を出してしまっているということになってしまって、ですね、まあ、上場廃止まで、ね、行ってしまったということになりましたね。うんまあ、とにかく、ね、最初にですね、まあ、不正をしてからね、どんどん転どげんどん落ちていると。 いう形に、ね、なってしまっているので、まあ、こちらはね、今年のクソ株大賞の、まあ、候補にですね、入れておこうかなというふうにね、思いましたけども、うん、ということでね、なかなか厳しい逆転になりましたが、はい、続いて、カヤックなんですけども、はい、さっきね、ゲームのところで言うのを忘れてしまったんですけども、カヤックがですね、またまたね、伸びていてですね、3.8%上げてきたということに、ね、なりましたね、うん、はい、おめでとうございます。ということでね、これ、4日連続の要請で、かつ上げていると。 いうことになっていてですね、なかなかね、いい感じになっていますよね。うん、で、子会社がね、とにかくね、上場するんですよね、うん。で、その思惑もね、当然あるということなんですけども、はい、まだまだね、期待して見ていきたいと思います。以上、11月14日の注目銘柄でした。続いて、11月15日の注目。はい。e d p マイクロ波、A バランス、ダブルスコープ、プレイド、明治機械、エニーカラー、プラスゼロ、 M&A 総研、カヤック、グッドスピード、アイスタイル、バンクオブイノベーション、インクルーシブ、メンタルヘルステクノロジー、ギークス、エイミング、マイポックス、エーザイ、川崎汽船、高取このを中心に見ていきたいなと思ってます。それではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。 皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。